令和2年11月15日大阪失礼しました神戸王子スタジアムにて2020 X リーグディビジョン3ウエスト広島ホークス対クラブベアーズの一戦が行います。試合開始14時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側からブルーのユニフォームが広島ホークス、奥側ホワイトのユニフォームがクラブベアーズです。今シーズンの X リーグ X2、X3 は高昇格のないシーズンとなりました。したがって全て交流戦として扱われます。なおこの撮影はチームの要請によるスカウティングビデオとして協会から許可されて撮影しております。前半広島ホームレシーブクラブベアーズキックオフ広島リターンで試合が始まります。プレーナンバー1の1クラブベアーズキックオフキッカー12番、広島リターン。広島陣25ヤード付近でボールデッド。ここから広島の攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。攻撃は1回をダウンと称し、回数に応じてファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンと称します。攻撃権は4回、4回で10ヤード進み攻撃権を更新するか、相手陣地奥深くにある得点ゾーン、エンドゾーンを目指します。プレーナンバー1の2広島ファーストダウン10、ボールオン自陣25ヤード。中央へのランプレー、しかしこれはベアーズのディフェンスアジャストし1ヤードロス。プレーナンバー1の3広島自陣24ヤードからセカンドダウン11。パス不成功。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。フィールド上に黄色いマーカーが落ちますと反則が発生したことを意味します。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、パスが浮いている間に相手に接触しました。この反則は重大な反則として捉えます。反則発生地点まで抜体し、そこからの、広島ファーストダウンとなります。プレーナンバー1の4広島ファーストダウン10、ボールオン自陣27ヤード。ランニバック21番オプションプレーのピッチを受け右オープン展開。しかしこれはカバーされており約3ヤードのロス。
ランプレーで中で倒れますと時計は回り続けます。プレーナンバー1の5、広島自陣24ヤードからセカンドダウン13。中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード。失礼、1ヤードに訂正します。プレーナンバー1の6、広島サーダウン12、3回目の攻撃、残り獲得距離12ヤード、ボールオン自陣25ヤード。ドロープレー、パスに見せかけたアンプレー、ゲインはしておりますが、しかしフォースダウンと変わります。キャリアは21番。プレーナンバー1の7、広島自陣29ヤードからフォースダウン8、パントフォーメーションを選択します。パントはキックによる陣地挽回、攻撃放棄です。パンター24番、このパントはベアーズ陣40ヤード付近でアウトオブバーンズ、攻守交代です。プレーナンバー1の8、クラブベアーズ自陣43ヤードからファーストダウン10。フルバックのダイブプレー、ゲインは約3ヤード、キャリア41番。プレーナンバー1の9、ベアーズ自陣47ヤードからセカンドダウン6。クォーターバック4番、オプションプレーから自らキープ、しかしこれは1ヤードロスしています。プレーナンバー1の10、ベアーズ自陣46ヤードからサーダウン7。3回目の攻撃、攻撃権更新まで残り距離7ヤード。パス不成功。クォーターバック4番、プレイアクションから41番へのパスでしたが、このパスはコントロールミス。フォースダウンに変わります。プレーナンバー1の11、ベアーズフォースダウン7、ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。交代違反、フィールドの中で12人いました。アメリカンフットボールはフィールドの中では11人以下でなければなりません。5ヤード抜退し、フォースダウンやり直しです。プレーナンバー1の12、
ベアーズ自陣41ヤードからフォースダウン12、パントフォーメーションを選択。パンター12番このパントは広島陣40ヤード付近でアウトバーズ、攻守交代です。プレーナンバー1の13、広島ファーストダウン10、ボールオン自陣38ヤード。パス成功。クォーターバック3番、ワイドレシーバー27番でしょうか、にパスを通し約5ヤードのゲイン。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。アメリカンフットボールは暑さ対策として審判が試合の途中で給水のためのウォーターブレイクを取ることが許されています。今季はコロナ対策として各選手全員にフェイスシールドを義務付けられております。これも踏まえてのウォータータイムブレイクです。プレイナンバー1の14、広島自陣43ヤードからセカンダウン5。パス成功。タッチアウト。しかしここでイエローフラグ、反則が発生しております。先ほどのフラッグは無効です。したがってプレーが成功しタッチダウン、広島6点獲得。プレーナンバー1の15、広島トライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。ここでオフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、制限時間内にプレーを始められませんでした。5ヤード抜退します。プレーナンバー1の16、広島トライ4ポイント、タッチダウンの後のプレーです。キックによる1点を狙います。キッカー8番、キック成功、1点追加。広島ホークス7点、クラブベアーズ0点。プレーナンバー1の17、広島キックオフ、
先ほど得点を挙げた広島のキックオフで試合再開です。キッカー8番、ベアーズリターン。ベアーズ陣20ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー1の18、ベアーズ自陣19ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード。キャリア41番、プレイナンバー1の19、ベアーズ自陣22ヤードからセカンドダウン7。パス成功、ファースター。クォーターバック4番、ワイドレシーバーへのホットパスを通し、ファースターン獲得です。プレイナンバー1の20、ベアーズ自陣32ヤードからファーストダウン点。